久保さん。まあ何を見るかによって景色は変わりますよね。まあ僕もビジネス始めてから全く景色が変わりましたね。逆に言うとビジネスをやっていなければこの景色の見え方は変わらなかったんでしょうね。例えば、ただ電車に乗るという景色ですよね。それもビジネスをね始めてから景色が全く変わりましたね。 なぜかかっっていうと見る場所が変わったからですよ、ね、まあ何かっていうとあの広告を見るようになりました <laughs> 電車の,いやあの東京で働いてた時山手線に乗ってる時に電車の中吊り広告だったりとかめちゃめちゃ見るようになりましたね今までも自分の景色の視界には入ってたはずなんだけども全然その広告には見向きもしなかったわけですよでもビジネスやるようになってから 広告どうやって出してんのかなとか、キャッチコピーどういう風に書いてるのかなとか見るようになったし、あとはテレビ、テレビもたまに見るときは CM を見るようになりましたね。なんで CM を見るのかっていうと、どういう風に CM が作られていて、どういう風に企業さんは自,自社の商品を宣伝しているのかっていうところを非常に見るようになりました。でも昔は CM スキップなんですよ。面白いですよね。 なんで、まあ、あとは何だろうなに、人に対しての見方もいろいろな角度で見れるようになりましたね。うん。てか、それが変わらないとビジネスはできないのかなっていうとこですね。だ角度を変えてみ見れるようにな,ならなければビジネスはできないのかなと。特に情報ビジネスなんかは情報を常にこう発信していくっていうとこで、 まあみんなネタがないって言うじゃないですか。で、それはネタがない見方をしているだけであって、ネタはどこにでもあるわけですよ。でも、そうは言っても、その見方ができない人はネタがないでしょうね。うん。ネタがあるという見方ができる人であるならば、ど、どこでも切り取ってネタにできるので。うん。だから、あ、そうそう、直近でその、久保さん僕、LINE のアカン LINE がアカウントバンされたんですよ。 ただその LINE がアカウントをバンされたことに対してどの角度で見るかですよね。ふざけんな LINE 赤バンしやがってっていうものの見方をするのか。あなるほどこれはいいきっかけだなと。じゃあ LINE はやめて今度はメルマガをやってみようと。これはもしかしたら神様がメルマガをやれと言っているのかなっていうものの見方をね <laughs> するのか解釈をするのか。 どこを見てるのかどう感じるのかによってその後のアクションは変わりますうんだからふざけんなコロナっていう風に見るのかあこれはあのビジネスを変えていかないといけないチャンスだなとに捉えてそのように見てそのその後のアクションをするかによって多分人生変わると思いますだから結構ね どのように見ていくのか切り取っていくのかどのように解釈していくのかっていうのが人生を生きる上ですげえ大事だなと思いますねある一定のものの解釈しかできないある一定の価値観しかない、えー、ある一定の角度からしか見れないそれは本来うーん本来筒状のものなんだけど長方形にしか見えないとかね例えばこれか これはこう見ると長方形だけどこう見ると丸ですよねこう見ると長方形でもこう見ると丸なんですだからこのこの,このこれっていうのはどっから見るかによって長方形にもなるし丸にもなるっていうだから360度で物事を見ない限りこの本質はう、ま、あの見れないってことですね 今僕はこれを360度見れるのでリップクリームだなってわかるけれどもここにパッケージも何もなくてもう遠くからこう見たら長方形のものにしか見えないわけですよ遠くから見たらね近くで見て360度見てああなるほどなとあとキャッチコピーもあるんでニビアかリップクリームかなとリップクリームって書いてありますしねわかりますけどこれが本当に遠くから見てキャッチコピーも見れないコピーも見れないこのままで見たら多分長方形にしか見えないですね 面白いです、ねはい、だからビジネスビジネスが自分の人生のん,なんか生きるために必要なことを学ばせてくれたかなと僕は思いますけどね言ってらっしゃい。